見ながらアニメ見ててさ成人済み女性がさ「うーん」って言ってんのキモくない,くてい,いって思っちゃったフフ <laughs> キモくないえもうなんか「うーん、えー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 」ってずっと一人で言ってたの恥ずかしいと思ってうらやましくなんないわ。 一緒に感謝しよ変わっちゃ死ぬが、うん、そう「お礼も大好きワン」はさエロ漫画先生大好きやんあれこそ同じタイミングで知ってる運命運命じゃないよ,よります超面白いねエロ漫画先生 全然してないけどでもさ好きなアニメでたうんってなるでしょそうしかもさ自分めちゃくちゃお礼も大好きなんだからさうんそうだけどう,うんそうじゃないよ分かってないって一人で言ってんのかわいそうじゃないなるなる

今日も可愛い奈々さん拝めて幸せ独り言ない今日独り言しか言わないよ変なお兄さん 妹もんのアニメにはさお嬢様系のさふんふんみたいなキャラっているよななななんとかかしてやれない今日4本目 500ml 間ニヤニヤしてるにやにやしてないよにヤにヤしやん どう村政なんかよりずっとずっっとと魅力的でしょ、うん、かわいい濃いなエ<お>ルフあんたずっと仕事してたわけやっと終わって帰ってきたんだったくそれで電話に出なかったのねまあいいわあんたに電話よ誰から指導国光ラノベ展開地舞踏会であんたに負けた新人作家 ツイッターにお誘い DM が届いたのは4本目。エロマン先生と私も加えて、あんたの家でやる方向で進めてるけど、よかった指導先生はいい <laughs> 俺が優勝したせいで出版を逃したわけだしそれで、出版される指導先生と誰やっけ結局、あの大会3位までの作品を文庫化することになったんだって。ちょちょっと待ってくれ、出版枠増やす余裕がなかったんじゃ。って、増えてるじゃねえか 私が頑張ったから増えたんですよ。勝ちとか負けとか関係なくね、やっぱり面白い作品はシューパーしなかった。かわいいな、エルフかわいいな。はい、ないやっぱり社会的初公者だって今日気づいた自分もそうやからいいよ。あであそれにそれなら指導先生が俺を恨んでいるってこと 何が？あ、振ったんだっうん、ね、やっぱいいよね。あ、で、考えてるんでしょは <laughs> かもしれないで悩むなんて、バカらしいわ。一回話せば確定するんだから、そうしなさいよ。そういうとすごいな、お前。 ね、食べたのチータラめちゃくちゃいいねもいでもエルフ先生には一生掘れへんね,んねやめようやっぱアニメ見ながらやったら集中できひん私も今日路荘町からお酒摂取してしまいましたなんで すぐ終わるけど今日はそうずっと今日さエロ漫画先生と久々に何年ぶりやろまあ34年かぶりに定休を交互に見て,見てんねんけど定休みんな知ってるまあさぞ有名なサロメジョサロメジョが歌めた出してた「メニメニマニマニ」っていう曲があんねんけど それで定休のオープニングの曲なんですけどな <laughs> あカラコン何使ってますか今のカラコンわかんないですごめんなさい気を使ってるの二2時3時気になってしまいましたどうしたらいいですかなんか性に合う人の配信見ればいいと思いますこんばんは 皆さん、定休ってご存知ですかビールとって言っていいやん定休は曲定休は曲もいいしあの話も基本5分初期の方は3分ぐらいで終わるなんか7八七期ぐらいまであるあのあなたたちが大好きな「進撃の巨人」とか「呪術廻戦」の「 アニメを作ってるマッパっていうお前らマッパって知ってる <laughs> マッパっていうアニメ制作のスタジオがあるんですけどそ,うそこが2013ん ?12 年 ?14 年 ?13 年か14年ぐらいに作ってたアニメなんですけどマッパがそう「定休っていう短編アニメみたいな 超短めちゃくちゃ1話が超短いアニメなんですけどそれがあの最近「あの百万天原さろめさん」っていう二次三次の超大型新人が歌い上げたことによって定休より一層、うん。いや別に変身するあれもなかった。 あのねマジで見やすいしあの短編ななんかななんて言ったらいいかな分かりやすく言えば「ラッキースタ」の超短い版みたいなで「7期まである」みたいな <laughs> そうなんか最初は3分ぐらいのアニメやねんけどオープニング含めねなんかだんだん何期とか重ねるたびにちょっと多くなってったぐらいの最終5分ぐらいのアニメなんやけどそう なんか卓球,卓球じゃないテニスのアニメやけどテニス一切しやんコメディアニメやねんけどめちゃくちゃおもろいからマジで見た方がいいよでプラス「あのー、メニメニマイマニ」っていう最近「百万天原サロメさんが歌ってみた」を出した曲が2期のオープニングやねんけどそ,うそれも聞いてほしいめちゃくちゃいいから。 今日から見てみるそうあの UNEXT となんか U 多分今今分からんけどやってるか分からんけど UNEXT と D アニメストアは定休配信してると思う分かる今は分からんけど面白いよあのねギャグ系なんかラキスタとか好きな人は絶対好きやと思うそうテニスをしないテニスアニメそうめちゃくちゃ面白いよ えーそうだから曲聴いた上で面白この曲と思ったら絶対お前らが好きなだってお前ら絶対好きやん絶対「進撃の巨人」とか「呪術廻戦」のアニメ見てるやんの2013年14年の代表作といえば「低級なんよだから京アニで言ったら、K「慶音」みたいな感じわかるえわ、ー、かるかななんか アニメ好きが知ってるなんかアニメみたいな感じやからお前ら知らんねんやったらうんお前ら知らんねんやうんって見ちゃうぐらいの感じ定休って2日連続いない嬉しいねえ2日連続いないしちゃったヘタリア好きなら好きやと思ううんかかんか 好好ききなな人は絶対好きと思うなんか日常とか慶音とか好きなタイプの人に人からしたらもっと短編で見やすくて面白いみたいななんか別にそんな心を心を無にして見れるアニメみたいな <laughs> でも曲いいしみたいな声優陣豪華やしみたいな <laughs> D アニメ見れるや定休7期ぐらいまであるから見て。 一瞬やで7期までみんな一瞬恥ずかれんのかありがといい,い,いでもめニめニマニマニめちゃくちゃ好きやったからさサラメ嬢が歌ってくれてめちゃくちゃ嬉しかったでも一期のオープニングもめっちゃ好きやったから日常系欲してたから助かる タイの埋いつされましたかどこで1年以上前ぐらいあのー、あるビューティークリニックってこアニメの話になったかさめんなんか恥ずかしい定休そうなんか久々に定休を思い出してせやなと思っていいアニメやったな2013年14年ぐらいのマッパの代表って多分そうなんかさ 最近アニメ見始めたなんかオタクし始めた人ってさ「進撃の巨人」のアニメとかさ「呪術改善」のアニメで「マッパ」って知ったやんでもなんか7からしたらなんか「えマッパあ低定ね」みたいな感じやからさ 定休ってどういういあの額じゃないあのバガバガアニメバガアニメ「てぼ」定防「て休きゅう」やから超面白いマジで面白いあのね一切考察とかもないし何も頭空っぽにして見れるアニメ な全部らがなで「てぼうきゅう」「ていきゅう」で「な、ね、の記憶上ネットを Netflix とじゃ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 ゆうねくすととリアニメストアしか配信しないと思うあそうそうそう脳死で見れる脳死で見れるけど短いから気は張っとかなあかんと思う 見たくなってくれやろやしどうせお前らサロメジョ知ってるやろだってあんな短期間で100万人超えた VTuber ってマジで初めてやからさでもそれが2時3時やからさ <laughs> 2時3時の人やからさマッパは 坂道のアポロンからですかねでやったらマッパの最高傑作って言ったら絶対低級やから花沢さん出てませんそう花沢さんとか出てるミニマニ久しぶりに聴いてま、はいでわかるめっちゃわかるそうだからサロメチがミニマニを歌見たするって時点でめっちゃわかるけど懐かしいってなってもうめちゃくちゃ嬉しかった なんかサルメジョはそれを歌満たしてくれるのがめっちゃ嬉しかったサルメジョは伝説やけどそうそうそう最近 EN にハマりましたえー、どこどこ自分はラクシエムやけどラクシエムっていうかルカシューが好きルカシューのあれが好きやからてか多分シュー以外あんま追ってないけど ところがどっこい。最高傑作はまだ見ぬチェンソーマンになるわよ。嫌なんよ。なんか。なんか今更チェンソーマンって湧いてる人が嫌いすぎてごめん。じゃあおったらごめんやけど。なんか、最近チェンソーマンチェンソーマン言い出してる人たちが嫌いすぎてごめんな。おったらごめんけど。なんか、あの、 1> 第,1部の第1話から見てた「ジャンプ」の連載から見てた人としてはちょっとごめんけどこう心狭いめっちゃ心狭いからさあーお前ら今ねって思っちゃうしなんかそんなのめちゃくちゃやばいお高いやからなんかえあそっか苦、うん、笑いみたいな感じになっちゃう。 だから余計チェーンソーマーの話は一緒しやんくなっっちゃったそうだからナナがパワーの話パワーのコスプレしてた時なんかさなんか最近言い始めた人ってさスルーしてた話やけどナナもだいぶ遅めにパワーのコスプレしてたけどだいぶ遅めやでナナがパワーのコスプレしてたのもだいぶ遅めやけど。 と前からずっと見てたからなんか「あ今かそうだね」みたいななんか2部見て「ひろふみひろふみ」言ってる人「ひろふみいいよねうん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 」みたいな優しい心で迎え入れてる <laughs> そういう気持ちめっちゃわかる <laughs> すごくわかりますそれはそう <laughs> だからなわ <laughs> <分>かる <laughs> そうよなだってなな大 チェンソーマン第1部の第1話の連載時から見てるごめんなさい本当に嫌なオタクですもう配信やめます 2>, <laughs> そう2部なんか今さら今単行本を買って追ってる人とは違うから思い入れがなんか あの連載当時のこの気持ちわかるかなみたいなちょっとそういう話はやめようなんかよくないかもしれないナナがみんなが言うにはいいけどナナがそういうこと言ったらちょっと敵に回しちゃうかもしれないナナちゃんのパワーちゃん好きかわいいありがとうナナパワー大好き <laughs> パワーの話したら泣いちゃうそういうとこ好きですありがとう よよりミーハーが嫌なんだよ、ね、で,もでもそれはわかるちゃんと見てるからなおさら思っちゃうそうよコロナウイルスからファッションアタック増えたまあでもそれはそうよでもなん,かなんか人口増えたのは別になんかそれこそなんていうんかななんか作者にお金が入るんやったらいいけど なんて言ったらえい,いんかな。なんか作者が、なんかチェンマーの作者やったら、作者が鬼畜やから、なんかそういうファンが増えたおかげで、いろんな人が死んじゃう展開が生まれちゃったかなって思う。作者がめちゃくちゃ鬼畜やから、人気なやつ殺したいって思うタイプやからこそ、なんか人気出ちゃったゆえの、なんか、 そなんか、なんか多分,分、わかる人はわかるやんそ。なんか、たつ、たつ、あの、たつき先生って、なんかこういう人が好き、なんかそれ、呪術改戦のゲゲ先生もそうなんやけど、たつきとゲゲは、最近の作者で言ったらめっちゃ鬼畜やから、どうでもいいま、なんか、じゃないんよ。なんか複雑じゃないけど、 なんかゲゲ芥上ゲゲ先生「呪術廻戦」の作者さんやったらなんか人気なキャラほど殺したいみたいなタイプやから一切送らんようになったしそのなんていうかなファンレターみたいなも送らんようになったしなんか自分の推し殺されてもかなわんやん。そなんか送ってるなんか 素人が送るほど自分の推しが真の危険にさらされてるってことを分かってないのがなんかそういう取材とか詳細な部分見てないんやって思っちゃう作品としては最高だけど見てるとだからそれはなんか変なにおわかがわいてファンレター送っちゃうからやと思うだから芥美芸ゲ先生とかやったら なんか人気なキャラほど殺したい性質の鬼畜先生やからあの人狂ってるからマジでインタビューとか見た方がいいでもっとジャンフェスとかのあのジャンフェスとかのなんか担当編集との取材みたいなの呼んだ方がいいと思うほんまに「えこの人がこんな自分の好きな作品描いてるん?」ってほど引くと思うと思う っていう人やからこそなんか私ファンレターとかで「私はこのキャラが好きで」とか絶対書かん方がいいと思うすぐ殺される <laughs> まあこれは常識やねんけど 悲しかった悲しいいやでもなな自分の推しは殺されてほしくないと思ってるからだから芥ミゲゲと <laughs> あの「呪術廻戦」の作者と「チェンソーマン」の作者にはあのファンレターを送られて決めてるからあれ「リップサービスで」違うで言っとくけどマジで違うで芥上ゲゲの場合マジで違うから しあのほんまにあれリップサービスじゃないからあの人ほんまに殺すから <laughs> 何時か死んだこっちも死んだけどそうよ今日誕生日のよ。おめでと <laughs> うなんか鬼畜な人にはファンレターは送らんほうがいいと思うファンレター送ってもいいけど 自分の足はこういう、この人なんですって言わん方がいいと思う。鬼畜な人の場合な。BL サッカー以外な。BL サッカーは人を殺すってことあんまりないからいいけど。今日もいけちゃん勝ちこれガチャ <laughs> 待ってなん誰もジャンフェスのあのインタビュー聞いてないアクタミキーこの話してたけど知らんの しかも押し殺されたのに誰かがそのおかげで幸せになってたらよりまあそれそでもそれが世界って思うよ漫画の世界って思うよまほんまにあんまあのね悪民ゲゲ以上に少年史漫画で鬼畜な人っておらんから アクタミギゲマジで変わり果ててるから人間の精神持てないにはこれ褒めてるけどほんまに変わりすぎてる人やから人間の感性持てない人やからこそあの漫画が描けると思ってるいいなよま調べてみてでも調べて出てくるのもうざいって思っちゃうなんかコチトラ生でアクタミギゲの。 その話聞いてるのにカーってなっちゃうけどまああんたらはいいよ <laughs> 調べたら出てくると思うなんか鬼畜ならば鬼畜だからこそ面白い話ぶっ飛んでないと書けないんだなそれはそうよだからこそ呪術改正も流行っちゃったし流行っちゃったっていうのはね流行ったしチェーンソーマンもアニメ化する でもどっちもマッパなんはめちゃくちゃ嬉しいマッパ大好き前から <laughs> マッパ大好きでもアニメは多分見やんと思う <laughs> ごめんけど多分チェーンソーマンのアニメは見やんと思う遅れてたまに酒のつまみぐらいで見るぐらいかな <laughs> ごめんけど <laughs> なんかそういうとこやなな良の悪いとこってそういうとこやと思う親元ネタから全部マジで全部タイ世代やからやめてってなる絶対「鉄球」からこんなの思い出しそうこれは全部マッパが「鉄球」を手がけてんのがあれあれのちのち「鉄球」定休よマッ なんなマッパとノイタミナの信者やからマッパノイタミナ京アニの信者やからそ,う、まあ、それ以外は見るけど一番好きなのが京アニその次マッパその次ノイタミナそうノイタミナはいいよノイタミナはサラザマいが一番いいからノイタミナわかるよななんちもはい。 私もえやん。ねえならさ今日さカラオケマイク買ってこうと思ってんんかそういうさ機材とか用意できひんからさすぐさなんかカラオケマイクカラオケマイクをドンキで買ってこうやって歌ったらさ「はんって歌ったらさいいかなと思ってんけど。 たみんなしか見ない時期あったあった分かるめっちゃ分かる最近みんなの前で歌ってない時期に歌うまくなったんよカラオケマイクあったらさ機材なくてもさ一人でこうやって楽しんで歌えるやろ別に配信じゃなくてもさそのあなたたちの前以外でさ ずっ YouTube つけてさメイクの時とかずーっと YouTube で音楽かけてるからさそういう時にさこっちはメイクブラシでこっちはマイク型にさ歌いながらこうやってできるやん気楽 <laughs> くなきゃまた気になる <laughs> 歌ってほしいなそんな歌上手上手やったらあなんかね 知ってるカラオケキャスとかさ別に誰とは言わんけど誰とかじゃないけどさなんかカラオケキャスとかカラオケ動画とかあげる人は歌に自信がある人やからマジていナナ酔っ払った時か時とかしか歌わんよそれってナナが自分に歌に自信ないからやからさ 自分が歌いたい時に歌うけど、マジで、あの、しん、ほんまになんか煽らんといてほしいなって思っちゃう。なんか歌うまかったらさ、煽ってもらっていいけどさ、あれ歌ってよって言われてさ、オッケーオッケー、俺歌うまいから、ウェーって歌うけどさ、マジで歌うまくないから、ほんまに無理やねんな。なんか、2に、荷が重くなっちゃう。 お前らが幻想で見てるなんか変に歌うまいと思われてんのがイライラしちゃううん歌うまくないからやめてって思っちゃうそんな歌うまい自信あんねんやったらめちゃくちゃ毎週歌歌う,たうインライとかライブしてるわって思っちゃうなんかそれを 傷つけてるのって誰やと思うって話になっちゃう。ナナさんは、おはぁナナがふざけてさ、目に目に最高って歌うにはいいけどさ、なんか歌ってって言われたらさ、はぁってなっちゃう。からそこはわきまえてって思うんじゃんなんか、それは歌うまい人に頼めばってなっちゃう。なんか わざわざ7のコンプレックスを削ってる人たちになっちゃうから何食べてんのチータラ歌は神様とちょっと待って全然見えへん待ってマジで見えへん神様との 何とかやから下手でもええねんじゃあへなのは下手やから歌いたくないねん今までも頑張って歌ってたけど <laughs> ほんマは嫌やねんうまい歌聞きたいんじゃなくて大好きな君の歌が聞きたいっておげれさんです<笑>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 そうでもそうだからオタクの なんか上手い下手じゃなくてあなたの声が歌ってる声が聞きたいっていうのはわかるけどでもそれなりに歌ってって言われるなりのコンプレックスって推し側にはあるんよ。なんかそれは多分見てる人には伝わらへんもんかもしれんけどこれ言うのを言うのはなんかインフルエンサーとか見られてる側失格かもしれんけど。 それなりにコンプレックスな時もあるよ7がそうなんよなんか歌下手からこそラップパート担当してたとかもあるしなん,かなんか歌に合う声質じゃないってあるやんなんか多分分かる人にはなんか歌歌ってる人とかには分かるかもしれないけどあんたらは全部7が歌ってたら全部「いいグッド!」 っって言って言くれるかもしらんけどなんかそういう界隈からしたらなんか歌に合ってない声とかもあるわけよ正直あるわけよで。別にそんな言われたことはないけど自分で分かってたからこそなんかそういうパートやらせてくださいとかやってヘラヘラーつってやってたしなんか高音が合わへん声やからこそなんか。 サビとかは絶対歌われへんしみたいななんか他の人の邪魔しちゃうみたいなメンバーの邪魔しちゃうとかも思ってたからなんか進んでこういうとこ歌わせてくださいみたいなのもあるわけやんまあそういうこと話すのは違うと思うけどそなんか推しが歌ってるからどうでもいいじゃないねんやん じゃあでもそれはめっちゃわかる。自分も推しの人が歌ってたら別に、え、全部素敵。かわいい、かっこいい。なんか歌ってくれてるだけで嬉しいって思うのはめちゃくちゃオタクやから分かんないけど。でも、その半分活動してる自分からしたら、なんか、ここは自分が歌うべきではないっていうのがめっちゃ割り切れちゃうから、 もう黙ってなんか歌うとこしか歌わんみたいな感じになっちゃうっていうのはあるんよね奈央ちゃんの歌いたいという時に歌ってくれたら私なの,の全部ラブの <laughs> 聞いたら、ね、うんうん「i <laughs> のジェネレーションハードノックス聞いたいやでありがとう 好きな曲と歌える曲ってそうそうそうだからなんかめちゃくちゃ下目なんか男性が歌ってる曲がめっちゃ得意なんよなんかだから歌ってみたとかも基本練習するときは別に誰にも見せることはないねんけど耳に入ってくる曲って男の人の歌ってみたなんよなんかキャットラビングとかも ほんまは、多分、君のそれが耐えられるのとかやけど、なんか、男の人の,の方が耳に入ってくるし、自分も歌いやすいから、君のそれが耐えられるの、しょうがいなんね,んなのね。な、なんか、な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  低い男の人の曲の方が合ってるんやって思ったらアイドルの曲って多分合わへんなって思っちゃうんよね。そうなんかその葛藤は正直アイドルしてた時代もあったけど既存曲とかは高いから結局頑張ってなんか歌の技術はないとしても頑張って歌ってたけど結局ああやっぱ。 自分じゃ無理かってなることが多かったから余計なんか高い歌を歌うことを断念しちゃった部分はあるから,から別にそれは別に悔しいって思ってたけどでも声質ってあるから人にはそうだからしょうがないなんかラップパートで頑張ってあそうこういうことよ その代わりなんかラップパートは全部任せてもらってたからありがたいなって思ってるから寝るかわありがとうはい <laughs> んうん電オの方が好きそこでイクラブ本社やでイコラブは何やっけイコラブって何やったっけイクラブ イクラブイクラブの曲なんかあったっけなの1個知ってんだよめちゃくちゃ好きな曲イクラブの曲何やったっけちょっつうのって1個知ってる帰り道あそれは神宿やじゃんああれや「シュキなのシュキなのシュキシュキシュキピアノ」声低かすぎて可愛くないねななんでこんなに興味ない <laughs> んねやろもう無理やって低すぎて逆に歌えへんそうなったら合なんか頑張っそうなんかさなんか基本的にあの朝起きて起きてから寝るまでずっと YouTube 開いてるタミヤにんやって。で 切り抜きとか配信者の配信見たりもプラスで大体は自分の好きな曲ずっと YouTube で流してんねんやんやし移動時間もずっと YouTube で好きな歌ってみたとかずっと聞いてるみんやからでそういう歌見たとか歌聴いてるときずっとメイクとかしながらずっと一人で歌ってんねんやんんでもなんかうなかちと思いながら 帰り道、なんてだね。<laughs> グリズリーいいだよってっこんな高い声出せんと思いながら、なんか、あの、神宿さんの、なんだ、歌の名前忘れたけど、うん、ごちゃんの歌ってみたをずっと聞いてんねや。グリズリー、グリズリー、グリズリーなんちゃら、かんちゃら。なんやったっけなんやったっけグリズリー、ゴリズリーの話。

多分合ってないけど音程は「グリズリーに襲われたらやん」そう本家もめちゃくちゃ聴いてるけど一番聴いてるのはうんこちゃんの「グリズリーに襲われるだろう」う一番聴いてるからそうそれを聴いて一人とかあの「オメシス」の歌ってみたとか聴いて「そう一人もエンビー」とかもなんか「オメシス」とかは結構低めで歌うから普通の人より。 なんかさ女性の VTuber ってめっちゃ高い声で「なんひめひな」の「ひめごととかやったらなんか夕日りりちゃんとかでも「人よ人のようにタッチ」って歌うけどなんか自分やったら「人よ人のようにタッチ」って歌うっていうこの肯定さがあるからなんかその後の。 高ないなでで見ていたってなるからさそれってさなんか聞き,聞き心地としてあんまり良くないから「てててててててっててててた」って言った方がさ聞きやすいって思っちゃってさなんか男パートで歌っちゃうみたいな部分があるからそうなんか ちゃん分かるかな <laughs> 低いね鈴木ていうメリーッサが一番好きやったな遅くなっちゃうおいはや今日も来てありがとう,そうなんかなんか自分の声に合っての結局男の人パート <laughs> になっちゃうんやなそうだから 何が分かりやすいやろ「ヴァンパイアとかにしてみようよ「ヴァンパイアあのデコニーナさんの「あたしンパイアの曲めっちゃわかるみんな高すぎて崎で一ぐ僕い下げてそうだからなんか普通の声の高い女の子やったら「あたしンパイアいいの吸っちゃっていいのってなるやんでもそれが歌われへんからなんか 何オクターブくあたしバンパイアいいの吸っちゃっていいの」ってなるわけ <laughs> わかるゲップスナーじゃないよあんた何してんのえー、ちょっと違うか「あたしバンパイアいいの吸っちゃっていいの」ってなるわけねこれが一番つえ。歌いやすいんもう無理もう無理」ムムなんてもうででででで,で 絶対いけるよ一番男のとこで高いとしても「絶対いけるよ」ってなるわけやんでも女の人やったら「絶対いけるよ」ってなるわけやん私私バンバンやいいの吸っちゃっていいのもう無理も無理なんて悪い子だね 試したいないっぱいで吐きたいいいいなっぱ吐きまだ絶対いけるよってなるわけやそれが無理やから「あ私バンばんやい,いの吸っちゃっていいのもう無理もう無理なんて悪い子だね試したいないっぱいで吐きたいまだ絶対いけるよ」に落ち着いちゃうっていうのが自分の中でアイドルする前からずっと。 カラオケ行く時にもずっとあったからだからなんかみそぎなんかあの変な話しちゃうけどまあこん,こんな少人数しかおらんからなんか「レディベのみそぎ」とかも「ユートピア」とかも歌われへんしでも「栄養ギビラホあちゃうちゃうこれは違うわあそうかラップパートは歌えるけど「ユートピア」 何やったっけ歌詞忘れちゃった。歌詞忘れちゃったけど。で、歌えるかもしれない。歌えるけど、歌声としては正直、汚い歌声になっちゃう。そう。なんか、めちゃくちゃ汚い歌声になっちゃうっていうのが自分の声質なんよ。高音の時に。 だからそれこそ「えいよギビラフォエワ SGI ギビナ」とかやった方が「ディリドンディリナ」とかやった方がだからそれは運営さんも見越してラップパートにしてもらったっていうのもあるし歌いたくなかったわけじゃないけど歌いたくても歌をうまく歌えないっていう現状があったから。 そんなもん練習したらいくらでも上手くなれるわって思うかもしらんねんけど声質ってあんねんやんそんな多分レディベの時よりめちゃくちゃ歌はうまく歌えるようになったと思ってんねんけどめちゃくちゃ一人でカラオケ行ってたから今も行ってるし家でも一人で歌ってるぐらいやからもっと技術は上がったと思ってるけど声質が <laughs> マジであの歌歌う人に似合ってない声質 ぎてなんか人とカラオケ行かれへんっていうなんか酔っ払ってるときにはウェーって歌えるけどなんか酔っ払ってない人とカラオケは一切なんかコンプレックスすぎて行からへんっていうのが今でもある一生懸命しゃべってないじゃんかい一生懸命しゃべってないよ「水着のラブ大好き」 こうは声詰まる。そう、詰まんねん。なんか、詰まってないねん。そうなんか、ナ,ナは、喉めちゃくちゃ通ってるタイプやねんよ。あーっとか言ってもめちゃくちゃ通ってるタイプやねんけど、歌った時に、閉まってないのに閉まってるように聞こえるし、無理して、歌ってるように聞こえる声質そう声質の問題やねんけど、なんか、なんて言ったらいいかな。 なんか高音のたない人とカラオケ行けないそういけないなんかななちゃむ服のブランドの今期のモデルさんはなんていう子えっと私です私です絶対席するボイトレはね今はしてないよそんな期間はないからなんて言ったらい,いんかななんか高音の音ないかな 最近の流行ってる曲で幸運の歌最近のなんかないかなだからさなんか配信とかでさ一人で歌えるようにさカラオケマイク買おうかなって思ってたんけどさ一人はめっちゃ今日も行こうと思ってたんけどお寿司食べたいがゆえにさんやろ最近聴いてる曲で あマリバコマリバコマリバコめっちゃ分かりやすいと思うあのマリン船長の曲あれナダが一生出したくても出せへん声あのマリン船長の曲マリバコは自分が一生出されへん声をめちゃくちゃ出してると思う マイル朝日めっちゃとか今日,も今日くら寿司で食べてきたあっこれうこれはめちゃくちゃ自分が一番嫌いな属種の歌やねんや聞くのはめっちゃ好きやけどそう難しいしこうちょっと解説していくけどもうこの時点で無理やん この時デンジャーマリスメールの時点で多分裏声使わないでやんわかるかなこのなんかさ「あなたたちは多分7の高音好き」とか言ってくれるけど高音を出す時点でめちゃくちゃ歌に向いてないこうしてんのよ。 誘うがネットの赤この時点で多分マリンセンチより低いねんよ「うんそれままたしはもう低いねんがるのよあ香りをとじゃ今頑張って合わせてるつもりやで <laughs> 開けてみて まだ合ってるもんセクシー世界一スーパーピチピチ,チぶっちゃけ成長つかまいたくない湯がながってんででで私の甘さが欲しいでしょもう下やん <laughs> 秘宝の鍵はもう下やでちょっ待って ハこの扉マジで早く開けてってなるわけよマリン船長に合わせるとしたら100倍上なんよマジで早く開けてってなるわけでもナナが歌えんやったら<ん>マジで早く開けて,てになるわけわかるこれ <laughs> でもこのナナがマリン船長に合わせた 声のトーンやったら OK にはならんのよ。わてる？うか,からしばき上げるような感じで歌わな声でなすだからそのなが声張ってこれで頑張って声張ったら「ナープン,ーン・グリ,リーン <laughs> ちょっと待って違うナナが地声で頑張って高音出してみようか高音出したらえらいことになるんねやほんまに下手な人になるんねやちょっと待っとってナナが地声で高音出してあげるわ 仲間 <laughs> 黙るノージーのサスピン君たちも我慢できなくない優雅な目の,のプレジャーメン私の全ても手に入れてわかる金銀財宝になるわけでも下げてみんやん 私は島になっちゃうああマジで遠慮しすぎわあっちょいちょいちょだから今すぐ開けてよだからまて、あ こう分かるかな分かるかなこのこの違い分かるかなだからなんか,なんか地声やったらめっちゃ張っちゃうけど裏声出すタイミングは分かってるようで分かってないねんけどなんかワンオクターブ人より下にすることによって安心して裏声も使えるしって話うんちょっとめっちゃ惜しくて。 わかる間違えちゃうのかもやめて恥ずかしいしんどそうやろもっと自分もそれあるあれやろ髪染めたわかる星川さらなんかもっとあこれいいやん男の歌でや,やるのがいいと思うあの金色グラフィティ これはね女の声で歌うのと男の声で歌うのと全然違うと思う、うん、これだったら終わり「コンジケグラフィティ知ってる?「コンジグラフィティ」逆に玲奈ちゃんの曲に声に与たやつ 何あー分かったちょっと待ってコンジェクグラフィティやめよう何があってるかななんか比較できるやつがいいよななんか比較できるやつあるよこれ ちょっと待って、あ、iPhone ないや。歌詞みんな歌われ。違う、オメシスの、ナナのアイドル用の声と自分が歌いたい、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、勝手に歌うの。ひどんぼ。 コート技術はくるいよねあこれあ間違えた「鼻手落ち俺のサーチライス」これ一番一番一番は自分の歌いにくい高音で歌うけど二番目は歌いやすいように歌うわ。 これはだからこれでわかると思うあっちょっまみやんとってダメだそう最初は歌いにくい方で高音で歌うから2番目は下で歌う「いたずらは知らん顔で」 言い訳は涙を使って寂しいな明日みたいな蜂蜜みたいにドロドロあなたにもあなたにも私はさ必要ないでしょの中に剣もほらあんまりかしょぼてないさあよんよこっちおいで たたいて歩けたったったやんよやんよ私あたしは悪い恋なん子次から低めで歌うからな夢見てはん 冷めてみるとすぐの遠慮って私だけずく楽しそうな歌声さあやんや間違えてるかもみんなで行こうあ抜けなった、うん分からんくなった酔っ払ってるわ踊る気まはなしなんちょっと待って 7間違えてる <laughs> ?12 の34でかくれん12の34でかくれんぼから頑張ってみるから <laughs> もしかして間違えてる <laughs> 間違えてるな。 いや待ってこれ七高音の練習してたこれでちょっと待ちやんあんたら急ぎすぎやってあ分かったうんなん全部低いのでうん <laughs> 分からなくなっちゃった酔っ払ってるの酔っ払ってないよあのうん <laughs> 待っときな だから7がうるさいチャンスチャンスチャンスはめっちゃ好き待って。 分か,分かった分かったかたんやってないよ待っててちょっと待ってチャンスチャンスチャンスって結構分かる「飛べ起こせ願がちょっと待って歌詞見ろ」そう多分自分が そのまま歌うなら「とめおこせねがうまじくく」「一世一代さ何とす自慢自じと」になるけどこれギが動歌ってるやつにしたら自分どうねうん?「一世一代さ何とすきどん」って書かまけるか どうなってないわあああうんカチンしてラッケンマにどっちも無理うんうん余裕で振り切れゼットベ,ベイベイそこのけ、そこの S かさらの私がせいもい単なら平常心ネプエブケ溶けてたべダメ 待ってめっちゃ歌えたかも低めで歌えるっていうのを分からせてあげたのにあちこちそちとちなしなせや道なき道をやみやみやからもありそうでもまだ止めない あ低すぎて歌えないかもそれぞれに Get うん、うん、ここはうふう見とけカッチンしてだけあんまりず引けるからなか自分知ら 余裕で振り切れレンズとベイヤーイヤーイヤーそこだけそこの S カサラのはわたしだセイモイカタナラ平常心ネペボーイあん待ってうざいかもわつしはなんかわっわからないと思うみんなにはわつしはつしはつし まあ7が言いたいのは低い音の方が得意ってからなんか恥かいた恥かいたわ多分今日恥かいた恥かいたことだけ分かってた寝とけハンジもねあれは高いよん <laughs> 男性もね、あんまりね、もともと低いから、低くしか歌えないんよ。もう恥かいた。今日は恥かいたから、もう一生インスタライブしない。インスタで、インスタに顔出さない。恥ずかしい。<laughs> ん無理無理無理 <laughs>。もう一生顔出さない。もうなな、いいももう何も出さない。 こうでしか出さない。無理無理。お前らに顔出すのが無理になっちゃった。恥ずかしい。歌も下手でごめんなさい。<laughs> あなたの話はでもあれ分かるよ。ねえねえねえ、頭君 <laughs> 一発か一発かう。一発こう,、うん、う。一発こう,うってなんだよ。 一歩つこうつこうってなんだよ一歩つこうのメーションでつこうってなんだよつこうキモくないんってねえねえねえあと巻きみえ一歩つこうのメーションでってつこうってなにつこうってキモくないリズムうんうんだってコメント ツコ <laughs> がめっちゃ気に触った今ツコ一歩ツコうのメーションでツコキモってかコメントしてる人以外の人にキモいって思われてるからどうせいいんだよコメントしてる人は正義だけどコメントしてない人は悪だから普通にアンチだと思ってるけどなんか文句ある <laughs> 一歩ツコうのメーションツコって何ツコうって何,つこうって何 歩つこうってなにつこうってなにえってつこうってな何一歩つこうのメンションでってつこうねえねえねえ一歩つこうのメシン,のメシ,ョンのメションでか ねえ,ねえねえあと巻き見え一歩通行のメンションでかつこうじゃないか一歩通行かん通行で合ってるよね一歩通行通行のメンションでだよね合ってるよね通行のねつこうそうねつこうって変だよねつこうで もうふざけないで真剣だったんだからつこうがツこうで合ってるよねん何かやっても <laughs> 一歩ツコのメーションでじゃないよね一歩ツこうのメーションでだよねなんちゃちゃなんちゃ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 ねえねえねえ不器用な君へ一歩ツこうのうん じゃないね通行だね <laughs> 通行だよね通行ってなんだよいいかげにしてお前らがもう7が悪いようにしないでコメントしてくれる人が正義だから <laughs> 恥ずかしくないかですありがとうねえねえねえあと巻き見え一歩通行のメンションでだ 夜明けまでなんちゃらチャチャンチャンならエロ漫画みたいな感じかエロ漫画みたいな感じだ <laughs> ちげえよつーんもうつこう <laughs> つこうって言っちゃったごめんねもう今日はここでおしまいだお前らはよく分かってないなのこと 今日こんなに下手な歌を披露したのにいつもコメントしてくれる人以外コメントしてくれなかったのが罪だよお前ら全員ブロックするああ嘘だよ普通にコメントくれない人に何の価値があるか教えてほしいなんかロム戦はロム戦なりのなんかこう私はだからロム戦なんですっていうのを聞かせてほしい一回 なんかか回聞かせ欲しい何の利益があるのかなんかロム線に何の利益があるのか教えてほしいお願いだからなんか悪く言いたいとかじゃないけど一回聞かせてほしいからなんか代表者送ってきてなんかコメントしてる人達は今日の感想を送ってくれたいからどうでもいいけど <laughs> いつものごとき今日も嬉しかったよなやちゃんの顔見れてよかったハートって送ってくれたらいいけど なんかロム線はしっかりあの感想をもろとも送ってほしいなんでロム線なんかもいなかあおしっこ行きたいからおやすみバイバイエロマン先生の途中見てからねおやすみおやすみバイバイまたねうん <laughs>